おやすこんにちは、あまりです。はい、帰ってきました。大阪行ってました。現地で見てました。公式放送ですね。ということで呪術廻戦コラボ決定、10月1日からです。ちなみに、はい、ちょっと期限のやつのあれはスクショは撮ってないな。そういえば期限開始日10月1日って言ってたはずですね。で、いやー、まずもういろいろ話しますよ、これ。いろいろ話しちゃうよ。ちなみに呪術廻戦コラボの話しかしません、この動画。それだけで尺いっぱいいっぱいです。デジモンコラボあります。はい、もうデジモンについては以上です。終わりです。はい、でですね、いろいろ話していきたいと思います。呪術廻戦、まず第一に復刻予想的中、ここですよね。まあリゼロは当たらなかったんですが、新規がまさかのデジモンと。いや、さすがに当てれねえ。何の予想もされてない。デジモンは難しい。さすがにね。って感じだったんですが、まあ、復刻の方は当てれたし、一番来てほしかった。ね。ドラゴンボールとかナルトとかもちろんあるけど、一番もうジャンプ作品の中でも、しかも、あのね、これ、呪術廻戦原作追ってる方だったらわかると思うんですけど、10月1日って、呪術廻戦どうなってますか？原作が完結してます。ちょうど、しかも完結してるんですよね。ちょうど、ほぼちょうど、ね、だから今回土曜日で、あさって出るジャンプがラスト2話目で、次の週の1話が最終回なんですよ。つまり、だから23、僕の誕生日ですね、23日に出るジャンプで残りラスト1話ですよ報告されて、9月30日に、ちょうど9月の終わりですね、30日に最終話が登場して呪術完結しました。次の日コラボなんですよ。これすごくね。俺ここが一番神だと思う。タイミング的にアニメがうんぬんとかどうでもいい、いやこれはタイミングすごいいいと思います。運営さん、久しぶりに俺はパズドラのコラボの時期の タイミングがめっちゃいいなって感じた。いつもね、なんで今やねんしかないんですけど、今回に至ってはマジで神の日、もう神調整だと思います。この日付、まるでこの日に終わることを示唆していたかのようなコラボの時期だと思います。はい、ということでタイトル画面だけでこんだけ話しますね。ということでね、ここからはキャラがね出てきますよって感じですね。はい、今回紹介されたキャラは基本全員渋谷事変のキャラなはずです。全員そうだと思う。まずこの虎杖&伏黒めぐみに関しては、なんか、あべこべのやつ、あいつどうなんだろう、あべこべの能力のやつは出るんかな、ダンジョンさんとかで。出してほしいけどね、意外とね、ああいうキャラも。と、一緒に戦った時の虎杖と伏黒なんですよね。上にダットと、ね、カエルくんがいるじゃないですか。カエルなんだったっけ、普通にガマか。はい。で、まあ、これを駆使して戦ってたよっていうのが再現されてるよって感じですね。まあそれぐらいかな、ここで話せるのは。で、次が、東堂と虎杖ですが、これは真人戦で東堂が駆けつけた後ですね、虎杖の顔に傷がついている、これは真人につけられた傷なので、まあそこですねって感じですね。はい、まあぐらいかな。これもこれね、属性がね結構意外な属性、火だと思った。まあ黒線が赤いから、まあ虎杖が火っていうイメージがなんかちょっとあったかもしれないですけど、まあ闇って感じですね。はい、闇要素あんま感じられないよね。で、五条先生ね。はい、五条先生、無料勲章なんだけど、まあこれも渋谷事変の無料勲章なんですよね。カメラ目線が良かったねって思います、個人的に。あの無料勲章、 0.2 秒の無料勲章なんですけど、あれがね、これ編集前ですけど、はい、まあこれはもう呪霊を買ってる時じゃないですか。だからこれさ、あの無料勲章の印象的なシーンってさ、すごいもう目と鼻全開みたいな感じの見開きみたいな感じじゃないですか。わかります？アニメ見た方でもわかると思うんですけど、マジかってなって、無料空所のあの、顔、ドアップの、あっこが良かったですね。なんか体全体じゃなくてね、結構顔ドアップで、こっち向いてほしかったなっていうのはありますね。はい、ついに無料空所、五条悟来ました。挙式紫ポンポンの時代は終わります。まあランダンダッチはもうずっとやってくださいって感じですね。ちゃんと攻略で使える五条悟、これがありがたいね。うん、後で性能が明らかになってるんですけど、ちゃんと闇属性第三属性まで持ってます。副属性だけみたいなね、もう元の五条悟じゃないですよって感じになってますね。はい、 0.2 秒の領域展開、五条悟ということでね、まあ、操作時間が 0.2 秒になるみたいなね噂もありましたけど、まあ大丈夫でしたといった感じでしたね。で、あ、
ゲト、まあ、ゲトだけど、ちょこの辺もねちょっと話していきたいんですよね。まあ、ゲトなんだけど、キッショの方なんですよねこれ。頭に縫い目があるっていうことで、これは言っちゃダメなのかな、正体は。アニメ勢の方のあれで、一応正体はもうね、原作分かってる方は全然分かると思うんですけど、あの脳みそは一体誰なんだという話ですが、まだ名前は出てないので、偽ゲトっていうとこですが、この時期は。で、まあ一旦ちょっとまあいいや。で、放送紙を使ってるゲトですね。まあこれメイメイと当たった時のやつですね。能力どうだろうね、これも。ちょっと能力は分かり、あ、でもゲト、あん？ゲトは分かってないよね。まあ多分、いやね、相性良くなるかな、五条悟と。でもね、このゲトとこの五条悟は別に協力しないんですよ。だからまあ原作的には合わないんですけど、まあでも闇属性持ちだから、しかも獄門鏡あるやん。はい。っていうので、合う可能性はあるかなって感じですね。はい。で、次。両面スクナね。来てくれた。よかった。虎杖からの変身なスクナだけじゃなくて、ちゃんと単体スクナね。で、変身後はもう予想通りの姿。もう、待ってました、その姿と。ね。風が。もうこれ、もう最強の火の技だからね、こんなんね。いや、この風ががまたね。最近のジャンプでもね、いろいろありましたよね。この風雅がね、ちょっとジャンプのことは話せないんですけど、風雅はすごかったよ、ジャンプでも。この技マジで強いから。火を3個作るみたいな性質ですけど、正直火の花火にしてもおかしくないと思うんですよ。スキル的に。もう盤面全部火にしてもおかしくないレベルの火の技だと思うんですけどねって感じですね。いや、これはね、かっちょいいね。まあでも、スクナをね、ポーズを選ぶとすればもうこれしかないよね、今のスクナだったらね。まあ、あとは福間水氏があったかなっていうのはありますね。それがないのかな、だから。まあ、福間水氏があったらまたいいんですけど、これだけかな。究極進化で福間水氏あったら激アツですね、これ。ワンチャンないかな、今変身後だけだけど。いや、俺あるって信じとくわ。究極進化で福間水氏型のスクナ。ね、こっちの方が確かにね、俺はかっこいいと思う、でも。でも福間水氏も捨てきれないかなって感じです。で、メイメイさんね。まあメイメイさんバードストライクです。はい。まあメイメイさんはでもね、活躍してくれましたよ、ジャンプでも最後まで。ちょっとエッチですね。はい。ウイウイはどこ行ったんですかね。あの子は MVP、まあいいや、MVP。で、頭角情報、全員ナオビトですね。1秒間を24フレームに分けて決まった動きで、動くよみたいな感じですね。多分遅延だと思います、こいつのスキル。何かっていうとね、まあ、これシールド破壊してるように見えるんですけど、多分何も知らない人から見たらシールド破壊してるように見えると思うんですけどね。で、特別一級術師の全員直人と。で、なんかね、変身前は頭角呪法だから多分遅延かなんかだと思うんですよね。敵も決まった動きで、なんか、そのフレームに合った動きをしないとみたいな感じだったと思うんで、動きから外れると動けなくなるんですよね。なのでまあ遅延しながら変身っていうのが結構原作再現的な感じかな。で、こっちはね、落下の城やってるんですよね、領域対策で。だから反撃みたいな反撃がつきそうな感じがするんですよね。領域対策の一つで、飛んできた攻撃をオート反射かなで呪力でガードするみたいな感じの技だったはずなんですけど、なのでちょっと反撃臭いみたいなどういう風な再現をしてくるか分かりませんが、まあ落下の銃使ってるよねっていう善意なオビトですね。はい。で、次イノタクも出ますよと。これも結局渋谷事変なんですよね。オガミババと戦ってる時に撃ったやつなので、これ自動追従型のやつですね。これはちょっと能力わからん全くわからん。まあ攻撃っていう、攻撃特化的なね、追従する技ですが、まあどうやって再現するかわかりません。回ってるからただのルーレットループかもしれません。はい。で、草壁さんも出ますね。草壁さんは意外と強いからね。草壁さん意外と強いからね、進化系流めっちゃ使いますけどね。で、これはイラスト的には進化系流の居合優月ですかね。構えからしてそんな感じかなと思うんですが、はい。まあ能力とかまではちょっと予想しづらいかなと思ったりしますねって感じです。で、お兄ちゃんだからだですね。はい。長宗です。長宗は虎杖と相性よく合ってほしいんですけど、どうかな。でも火、いや闇火かな。火がなんかメインに見えるけど、まあ闇火かなって思いますね。闇火だったら
まあ、イタドリと合わせやすいのかなって感じですかね。変身のイタドリとかと相性良くなるかな、どうかなって感じですけどね。そこはちょっと相性よくあってほしいなって思いますね。ジェタイクソーズの長男の長宗と。はい。まあ、先決やってますね、ぐらいですけど。もう、これもね、予想しづらいんですよね。はい。まあ、早い技ですよ、ぐらい。速くて威力高い技ですよ、って感じですけどね。ちょっと技とかの再現はどうされるかわかりませんけど、まあ、シンプルに生成なのかなーって感じはありますけど、どんなかなーってとこですね。変身してるから、まあ、結構強いんじゃないかなと思ってます、このキャラも。で、ここね、まあ、ここはちょっと言いたいことがありますよと。大神ババと孫ですね。で、高齢術をやるわけですよ。で、この孫に漂霊させるわけですね。憑依か恒例で、まあ伏黒当時が来るんですが、まあこいつバチクソに強いんですけど、あのですね、まずいろいろここね、どうなんだろうって思うんですよね。あの伏黒じゃないんですよ。あのすごい細かいこと言うと、これは伏黒当時じゃないはずなんだけどな。これ全員当時だと思うんだけどな。この辺がね、ちょっと難しいもんで、まあいいけどね、別にそんな細かいことあんまり言うつもりもないけど、降霊するときも全員当時って言って降霊させてるしな。服装の時代のときも全員だよな。向こうに入ったんでねーは、まだこの先だと思うんですけど、って感じですね。で、こいつのセリフなんですけど、あと、これ、ボイスあると思うんです、さすがに全キャラに。お前、名前はっていう。あっこしかなくない？こいつが喋るのって。あとあれか、ババアを殺すときに、てめえも術師だろうか。あっこか。あっこのセリフがあるか。もうそれ以外だったら、よかったなしかないんですよ。本当にセリフ少なくて、この降霊した時の伏黒って。だから、術師は皆殺しか、てめえも術師だろっていう、まあ、そこのセリフが使われるかなって感じですね。戦ってる時も一切声ね、全然喋んないから、この人。はい、まあそんな感じかなと思います。でもこいつはね、多分めちゃんこ強いっす。めちゃめちゃ強いと思います。いや、多分ね、10強の暴力で来ると思う。7強か10強の暴力。あの、冬はついてほしくないです、どっちかっていうと。もう7強と10強でとにかく攻撃に特化してほしい。冬つかずにめちゃくちゃ火力出るみたいな、まあ、そんな枠になってほしいなって思いますね。こいつもちょっと能力期待。これやばいっすよ、本当に。ね、これ原作知らない方からしたら、これからのこれ何が起こったのみたいな、そんな感じの変身ですけどね。で、裏目も出ますね。まあ、裏目はちょっと外れ枠って感じかもしんないですね。まあ、別にこの渋谷事変ではあんまり活躍しないけどね。ヒコリ情報でちょっと攻撃したみたいなね。ちょっと宿儺様のサポートをしたみたいな感じなんでね。まあ、動きを止めるんで遅延系かなって思ったりしますけど。はい。まあ、水属性。水属性のキャラ全然いなかったもんね、そういえば。なんかいろいろ出ましたけど、右画面にこれいらないんだけど。どうやったら消えるんですかかな。で、次、ジョーゴは既存キャラの究極進化になっております。はい、これはあれですね、フーガに使ったやつですね。極の番、やばい、名前忘れちゃった。性能が出た時にね、書いてあったはずなんで、また見ましょう。で、変節遅れ隊、マヒトですね。ハッピーバースデーってやつだと。もうこれね、性能見たんだけど、なんかね、あんまりって感じでしたね。結構強いんですけどね、このマヒトも。かなり強くはあるもののって感じでしたね。まあ最近の環境で適用できる汎用性の高いスキル持ってたなって感じ。で、転生進化なので、これね、多分捨て高いんじゃないかなって思ってます。伏黒恵み。これはでもあれだよね。これ、挽回じゃねえよ。挽回は違うわ。領域展開してるっすよね。これ、看護安永定してるよね。だから、八十八橋のところだよね。だって見た目が、ね、頭から血出してるから術式の解釈を広げてるとこですよね。で、性能が明らかになってますが、ジョーゴに関してはこんな感じになってます。はい、まあちょっと今回はあんまり細かくは触れませんけど、冬をもって火の粉も木魚化で火力出すよと。で、第3まで火もらえてますよ。で、これスキル強いですね。4ターンで全員の上限値60億です。で、火回復お邪魔で極の番インってやつですね。はい、我々こそ真の人間だと。で、まあ、スキルが本当に強いんで、まあ、結構火によっちゃうんですけどね。まあ、でも、ヒパに限らず結構使えてくるんじゃないかなっていう。最近だとちょっとこの覚醒見ちゃうとね、銀流スキンレイヤーが頭に浮かんじゃうんですけど、
はい。まあ一応こいつは空飛べる扱いでいいのか。まあ飛べるか。飛べるんかな。ちょっとジョークが飛べるか否かはちょっとなんか、うん、どうかなみたいな感じはありますけど。まあ火力も出るし、全員上限解放は非常に強い。しかもループするのが強いと。で、変節速冷体麻痺となんですけど、性能はね、闇レス強化持ってるんですね。で、陰の加護が確かね、超額あったはずなんですよ。ちょっと今回取れてないですけど。で、第3まで闇もらえてて、25ターンで、あ、これ進化スキルだから、こっちですね。はい。で、進化スキルで、25ターンの全ドロップ入れ替えからの上限値が3ターン100億で、3ターンのスキルになって、1ターン操作回復、闇属性波2倍。まあ、ありがちなスキルですね。で、場面6号にしますよ、上限な、100億と。なんかまあ、よくいそう、みたいな。まあ、6号にするよっていうのが、まあ、最近の環境には合ってるのかなって感じですけど、まあ、なんかありがちなスキルもらえたのかなっていう感じなので、まあ、闇パにおいて汎用性の高いスキルを作るんであれば、まあ、これがいいかなって感じ。で、リーダースキルは闇5個以上つなぎ激減ですね。で、闇属性 HP 回復 1.2 と、追撃はなしのコンボ加算のみといった感じになっております。うん。まあ、リーダースキルも込み込みで、まあ、普通って感じです。はい。なんで、なんかまあ、期待してたよりも強くはないのかなと思ったりします。で、東道板取りですね。これ属性がね、あ、属性見えてないけど、これね、黄闇光なんですよ。最近登場した、いぶしまきひこ、なるはたた姫&いぶしまきひことめちゃくちゃ属性の相性がいいっていう。で、しかも 2way で火力も出せるからね、この辺もいいのかなって感じですよね。で、スキルは、敵の防御0のリーダー上限値を200億ですね。明らかになんかね、意識してないっていうそこを。って感じですね。200億、3ターンヘイスト、3ターンで2ターン無効貫通。しかも無効貫通ね。なるはたた姫はね、無効貫通、スキルに頼る形になるので、そこと相性いいし、自分の攻撃2倍と上限値100億ですね。なんで、まあ300億を3ターンで2ターン分出していけるって感じ。リーダースキルは、キー光の同時で半減。攻撃16、ニカさんの子で700万。まあ、新万字とかだったら、カリドラ回想ワンパン。で、貴族性全パラ 2.5。多分これはもう、なるはたた姫と合わせろよっていう。もうそんな感じのキャラになってますね。うん。まあ、そもそも相性の合うキャラがいるっていうことは結構いいことだと思います。さあ、スクナ様ですね。スキブは3つですよ。26ターンで闇が10個以上あれば3ターンチェーンしながら変身可能です。まあ、どうにでもなると思います。で、変身後、バインドフィ、インの加護ですね。で、烈鏡を持って、インカゴを持って、南鏡3で、プラス持って、無効感プラのボイスで、7鏡プラスがシンクロ覚醒持ちですと。で、闇と火ですね。第3属性なしです。ただ1ターンスキルがすごいことやってて、1ターンの間、自分の攻撃が2倍、上限値が120億。で、ランダムで火を3個、闇を5個って感じなんですよね。うん。だから、火の火力弱いなっていう。あ、ちゃんとこれ、フーガのこれ、あれなんだ。ね。いろいろ言われましたけどね、ここね。まあ、何も言わないですけど。はい。まあ、フーガですよと。どっちかっていうと、火の数が多くなりそうなんですけどね。イメージ的に言うとね。はい。まあ、控えめの、なんだろう、弱火の風がです。はい、まあ、火力はただね、240億上限解放でいけるってことでしょ。もはや240億火力を出していけるっていうのを毎ターンできるから、まあ、新たな闇生成枠って感じですよね。こいつはね、多分めっちゃ強い。こいつはめっちゃ強いと思います。自強化持てるのめっちゃいい。リーダースキル闇5個以上で 81% 軽減の攻撃50倍、固定1000万でヒドロップを消すと4加算、強すぎこのリーダースキル条件を満たすためのヒードロップって感じはありますけど、リーダースキルめっちゃ強いです。これ自己完結してるしな。ね、闇つなげて火も消して、はい、いや、これは強いな。結局こいつの副属性は闇に変えられると思うんで、誰か火をね、パーティーに用意してあげる必要が出てきそうですが、間違いなく強いです。スクナ様、さすがでございます。はい、史上最強の術師ですね。で、五条悟、スキブ4つありますよと。37ターンで受けるダメージ無効化して、無効貫通3ターン継続の変身ですよ。で、変身後は、バインド封印の指プラ、闇コンボ強化と闇列強。で、冬を持って10強プラ2で、ボイス持って、インカゴ持ちですね。ただ、無効貫通がないのがちょっと残念。列強覚醒がね、最近ちょっとなんか押してきてるっすね。列で組めって言って、普通だったら無効貫通だと思うんですよ、今までだったらね。烈鏡を持ってるのはどうなんだろうって感じですね。で、闇属性全部持ってます。これがいいね、五条悟。3ターンスキルで1ターンなら自分の攻撃2倍、上限値150億なので、450億。やばすぎね。瞬間火力エグいっす。で、
ロック解除からの闇と回復の12個ずつ生成ですね。で、12秒時を止めるということで、多分、まあ普通にチェンジザワールドだと思います、これは。うん。で、12個生成は多分花火の上空きができます。闇花火の上からでも作れるし、回復花火の上からでも作れると思う。なんでまあ3体ですね。確定購入か、お前は。じゃあ確定購入かな、みたいな感じですね。うん。リーダースキル闇回復の同時 81% 軽減の攻撃55倍参加3個で1000万、強すぎな。条件簡単すぎね。闇と回復決めるだけでこれ発動できるのやばいっしょって思います。で、これ12秒間時を止めるの何がいいかって、ルレが止まるんですよね。そう、そこがめちゃめちゃいい。外役ルレが最近多いじゃないですか、ね、お邪魔と騎士か作らんみたいなことやってくるけど、あれも全部止まるんですよね。それがめちゃめちゃいいなって感じですね。ただまあ、悪いところで言うと、早いタイムでクリアしたいときに12秒もパズルしないよみたいなのはあるかなって思いますね。そこだけちょっとどうしても時間がかかる点はあるかな。クリアタイムも多分、その時間は動いてると思うので、どうかなって感じですね。はい。まあ、リアルの時間は絶対進んでますからね、どうやっても。まあ、イラストは神ですと。やばいですね。いやー、かっけえな、五条さん。これは3体死んでも揃えますんで。はい。で、称号チャレンジ来ますよ。で、降臨はダゴンですね。はい。変身できるんだね。なるほどね。まあ、降臨なんで、あそこまでは期待してないですけど、水属性少なめなんで、まあ、いい枠になってくれることを願うと。で、ログインスタンプは3回ガチャ引きますよ。多分最後の1回は星7以上かなんかあるかもしれないですね。はい。てな感じで以上かな。が、情報なんですが、はい。一旦まあ、明らかになった情報としては以上なんですけど、はい、まだね、まだこっから言うことがあるんですよ。運営さん、まだ隠し持ってるでしょう、玉を。ここで発表したキャラはあくまで渋谷事変の一部って感じなんですけど、まだ、多分あのハテナの50枠は、こいつ、ま、呪術回戦で埋めてくるんじゃないかなって思っててですね、まだ出てないキャラいますね、メインどころが。映画はどうしましたか、運営さん。呪術回戦ゼロはどこに行きましたか。まだやってないですね、これね。いや、映画だから特別枠でない。やんなことないでしょ。んなことないし、つうか、まずそもそも、怪玉玉折編のキャラがいないんですよ。そこも出さないなんてことある？いやー、そんなことないよね。ってことは、そうなってくるとですよ。まず、呪術廻戦ゼロより、乙骨裕太くん、これ出さないはないよ。乙骨裕太くんいない、そんなことあるみたいなね。いや、ないよ、ということで、乙骨裕太が出るでしょ。で、縫い目のないゲトースグルね。本物、本人、とかね。ミゲルもワンチャン。お前の相手は俺だ、トキューの、ミゲルさんも出してほしいなって思いますね。最近劇かなのやつで、ミゲルがね、こう、本人みたいに似てるっていうのがあって噂になってますけど、ミゲルも、ラルーとかは、出ない気がする、さすがにね。あいつは、耳ナナ？あの辺はどうでしょう？いや、出そうだけどね、耳&ナナみたいな感じで。あっこは出そう。ラルーも出すか？いや、ってなると結構キャラ数増えるんですよね。いや、でも、50枠とかあるからな。いや、いけると思うな。とかとか、だからゲト一派全員出てもおかしくはないのかなって思ったりする。あとは、その時の、マキさんとか、その時のトゲくんとか、まあ、パンダはあんま見た目変わらんけど。とかね。ヤガマサミチも、なんだったら、ガチャゲンとして新しく登場とかもできるかもしれないし。っていうので、まあ、呪術廻戦ゼロからもそもそもね、ある程度のキャラを増やせるよね。もし、呪術廻戦ゼロができるんならね。できると思うんですけどね、さすがに同じ作品だし、映画とはいえね。で、怪玉玉折編ですね。ここもですね、青木春の五条悟。あ、これアンドゲル出せるでしょ。五条アンドゲト。僕たちは最強なんだ。いや、問題児二人ただし最強っていうさ、そういうリーダースキルでいいからさ、いや、ここはアント系で出していいんじゃないかなって思いますね。五条とゲトを別々に出さなくても。ね。これはそういう出し方がいいんじゃないかなと。あとは、家入翔子はどうでしょうとかね。ぐらいか。その時のだから、伏黒当時もう、その時の当時がだからあれなんですよね。今は向こうに入ったんでらな。今は伏黒だの。その時の伏黒当時も出てきてほしいなって思いますね。小神馬場の恒例の当時だけじゃなくて、ちゃんとね、目に
正気が宿ってるというか、ちゃんと黒目じゃない、あの江戸転生みたいな感じじゃない伏黒杜氏も来てほしいなっていうのはありますね。天内理子ちゃんは来ないかな。あいつは別に違うもんね。まあダゴンも出てるし、まあそこの関係性はないと思いますけどね。はい、とかとかですかね。うん。なんでまだ開局曲折と呪術廻戦ゼロのところからのキャラが一つも紹介されていないので、まあこの後紹介があるんじゃないかなと思いますね。来週あたりですかね。っていうので図鑑ナンバー埋まっていくかなって思いますね。うん。いや、リカちゃん楽しみだな。うん、すごい楽しみ。かな。極の番渦巻のね、ゲトも見たいし。って感じですね。はい。包帯五条とかもワンチャン出るかもしんないしね。五条いっぱいいるんですよね。あの五条もゲトもいっぱいいるんですよね。だからその辺も出してほしいなっていうのはありますね。はい。てな感じですね。以上かな。話したいことは話せたんじゃないかなと思っておりますけど、ちょっとね、いろいろこれ話そうあれ話そうっていうのがね、結構思ってたところがねあってですね、そうですね、ぐらいかなーって思いますね。うん。いや、かっけえなー。スクナ、サトルもかっこいいっすね。いやー、マジで嬉しい。本当に本当にもうここ最近のコラボの中で一番感激です。はい、もしかしたら本当にパズドラ10年近くやってますが、それぐその中でも一番だった説があるね。鬼滅とかももちろん盛り上がったんだけど、呪術廻戦って本当に僕がハマり上げた作品なんですよ。この中でもナルトとかもハマったし、ドラゴンボールもハマってたし、鬼滅もハマってたんですけど、結構その中でも上位に来る呪術廻戦っていうところで、しかもこの原作が終わるっていうすごい綺麗なタイミングで来られたのはめちゃくちゃ良かったなって僕は思いましたね。はい、ってな感じです。はい、ちょっと今回はもう呪術廻戦の話だけをするための動画になってますので、他のコラボの話とかは一切しないんですけども、やっぱね、現地行って良かったなっていう、なんか呼ばれた気がしたんだよね。今日はお前は大阪で公式放送見るべきだっていう風に呼ばれた気がしたんで、まあ行って良かったなって感じですね。はい、ということで皆さんの感想もよかったら聞かせてください。呪術廻戦復刻最高って思う方はぜひ高評価を押してってね、ということでご視聴ありがとうございました。また性能明らかになったらもうとことん解説していきます。バイバイ。